こんばんは、元男の子の青木かのんと。ご無沙汰します、トータルです。本当大変でしたね。ね、本当いろいろ大変でしたよ。激動の2021年を迎えている渡るくんなんですけども、皆さんにちょっと報告してください。実は先日ですね、空き巣に入られました。ん？山火事じゃなくて。ん？山火事の。山火事と、あと空き巣に入られました。え？この報告私されてないんですけど、動画のために言わなかったとか。いや、動画のためにというよりかは、なんか余計な心配をこう増やすっていうのは、あまり良くないかなと思ったんで、あえて言わなかったです。え、それ本当？実家の方に空き巣被害がありました。LINE 動画を個人的に始めた、まあその投稿頻度と、こちらの、まあ、YouTube の方、まあここ多分1ヶ月間ってほぼほぼ多分投稿とか、そう、できてなかったんで、ちょっと精神的にね、きつくなったんで。え、それいつ？ 2 月。だから1ヶ月ちょっと前かな。こんな身近に空き巣に会う人いるんだ。実はその先日、身内が亡くなってしまって、まあ一家総出でお通夜とか告別式の準備とか、もろもろしていて、お通夜に参列してる時に、裏勝手口に、ガラス割られた跡があって、侵入されてますねって警察に言われて、実家の金銭的なものは一通り調べて、まあ額は言えないんですけど、結構ひどい金額、まあ盗難にあったっていうことがありました。家族は無事だったんだ。そう。それがね、本当に良かった。不幸中の幸いで。誰もこう、鉢合わせとかもなく、人はいなかったので、取るものは取って出て行ったっていう。え、じゃあ今その家はどうなったの？その割られたところも、全部ガラス屋さんに修理してもらって、セキュリティもしっかり強化したので、多分今後被害はないかなって思います。なんか私がイメージする空き巣ってさ、タンスの中散乱してたりとか、足跡がいっぱい家の中にあったりとかさ、実際どうなんですか？泥棒によってすごい種類がたくさんあるらしくて、はい、荒らす手口の人もいれば、実際に靴まで脱いで足跡を残さないでいじったところ全部戻して出てく泥棒もいて、今回被害あった泥棒のケースがいじったところ直してある泥棒だったの。指紋検証とか鑑識の人が来て一通りやってくれたんだけど、なくて、一つだけ唯一あったのが、ゴム手袋か何かで物をいじった形跡があったの。だから特徴としてはそれしかなくて、まあ捕まるってことはほぼほぼ難しいっていうのを言われた。え、ちなみにその現場の写真とかってある？一応一枚だけある。え、見ていいの？あ、実際こんな感じ。警察の方いるじゃん。プッチンプリンあるけど、これはワンちゃん。話して大丈夫？そのことだって犯人。あ、捕まってないから。うん、これなんで話をしようかなって思った理由としては、はい、一つは、まあ、警察の方が言っていたのを共有したいなっていうのがすごく思って、まあ、手口がすごい巧妙化してるっていうのと、ここ最近もうずっと空き巣の被害の件数がもうどんどん増えてるらしい。まさかもし起きるっていうことをしっかりなんか伝えたいなっていう。で、一番何を伝えたいかというと、空き巣の被害に遭った瞬間にもう外出て人見るだけでもう疑心暗鬼になる。結局犯人が捕まってないから街中にどこかにいるかもしれないのとか、あと自宅周りとかで歩いてる人とかも疑っちゃう。普段日常で見ている景色が大げさなぐらい嫌になるっていうのが本当に今回被害に遭って思った。被害に遭ってから大体7日間から10日は再犯の率がすごい高いんだって。家の中の構造を理解しているっていうのと、セキュリティって実際にお願いをしてからそれが導入されるまでに10日間ぐらいかかるらしい。もう熟知してんだ犯人は。なんでその空き巣の犯人って渡るの家に誰もいないことを分かってた？知人がやったとか、なんかそういう、なんかそういう風に思っちゃうね。思うね。そう、すごい嫌なの。身内が亡くなったっていう話をしたと思うんですけど、亡くなった後ってお悔やみに載せるでしょ。この地域の誰々さんが亡くなった、でお通夜はいつですっていうのを新聞に載せるでしょ。の時に住所の番地までは載せないんだけど、町名までは載せてたの。この辺なんじゃないかっていうので、泥棒っていうのは情報を朝からこう集めたりやってるんだって。お悔やみって、まあ、大事なことなんだろうけど、ちょっと犯罪の助長になっちゃってるかもしれない。そう。対策としては自宅にお金を置かないっていうのと、防犯のセキュリティを少しでもするっていうことだよね。
宝石系とかっていうのも実は何点かあったんだけど、取られてなかったの、うん、そういったものは結局売却した段階で足がついちゃう。あ、そうだね。だから基本現金しか取らないらしい。渡るって2021年になってからさ、コロナ解雇されたじゃん。まだ話してないけど、山火事、足利市の山火事でしょ、すごいニュースになって、それで空き巣、うん、お祓い行った方がいいんじゃないの。ほんとね、そう思うレベル。そう思っちゃうよね。だってこれ1月2月3月って立て続きに良くないことが続いてるから、2021年、翻訳ではないんだけど、パシーでしょっていうぐらい不幸が続いてるから、うん、ただ空き巣の件に関しては本当にこれは共有したいなと思って、年度が変わるっていうタイミングもあるし、このコロナの情勢もあるんで、誰がどう考えて行動してるかっていうのがますます、まあ、犯罪化してるっていうところがすごいあるんで、そこは本当気をつけてください。じゃあこの動画を見たら一人でも減らせるかもしれないね、空き巣被害者。あとその山火事、足利市在住じゃん。在住です。山火事、うん、すごいさ、ツイッターでもずっとニュースになったじゃん。どうだった？連日なんかメディアでも出てたけど、足利市の山って一つの山がポンって単体であるわけじゃなくて連なってるの。だから結局一つの山に火事が発生したら続いていくんですよ。でその続いてった先に住んでる実家があったので結果的に避難はしなくて済んだんだけど、あと少しひどかったら避難勧告の対象になってた。怖っ。家からその山火事見えるような。あ、もう見える。え、怖い怖い。うん、だから煙でもうひどいから外に洗濯物は干さなかった。どんぐらい先まで来たの実際？発生場所が多分自宅から5、6キロぐらいの距離。実際に炎が来たのは、まあ多分2キロぐらいです。あとちょっとじゃん。いや、もう本当そうだよ。山火事とかってずっと燃えるじゃん、あの消火活動しても。なんでずっと燃え続けるの？だって炎って水かけたらすぐシュッって消えないの。まあ、乾燥してたっていうのがやっぱり一番強いんじゃないかなっていうのと、消防隊の方々が、この自衛隊の方とかやってくださってたのは、乾燥してたっていうのが原因だから、先にその燃えるであろうエリアに対して1トンの水をかけたりっていう対策はやってた。すごい。いや、だから本当にね、改めてね、自衛隊とか消防隊の人すごいなって思った。ずっと自宅の周辺を飛行機がこう飛んでるから。ずっとヘリが飛んでるのは私も1回だけ経験あるの。私が小学校の時に、中目黒と恵比寿の間の線路で脱線事故起きたんだよね、日比谷線が。体力測定が中で校庭いたんだけど、ずっと飛んでて、記憶に。誰かがこうなんかマッチとかでポイって捨てたのかな。なんか言われてるのが、ハイキング兼ピクニックエリアなんだけど、まあそこで、不始末のタバコがあったらしくて、そこから引火したんじゃないかって言われてる。私さ、前住んでた家の近くで、50代か60代のおじさんが歩きたこでポイって不始末で捨てたの。で、私目の前でわざとらしくこうやって踏んで、で、こう回収したの。したら、めちゃくちゃでかい舌打ちされた。いや、あなたが不始末だから私がやったんでしょみたいな。そういう人たちね、やればいいのになって。歩きタバコとかも結局大人のタバコの手の位置とさ、子供のさ、高さとか結構一緒じゃん。頭当たったり目当たったりとかわかんないじゃん。すごい怒りを覚えてるね。みんな、住みやすい国を目指していきましょう。すげえ、壮大になったけど。ちょっと渡る励ましたくなっちゃったよ。この後さ、渡るが前から行きたがってたさ、焼肉へ行く、私たちがよく見てるあの YouTuber、ヒカルさんが言ったの、ぎゅうぎゅう。したら、あと行きましょう。はい、わかりました。私聞かされてなかったんですけども、まさかの山火事だけでなく空き巣にあってたっていう渡るくんからの報告でした。絶対空き巣すんなよということで、今回の動画で渡るくんに同情していただける方はどうぞチャンネル登録お願いします。最低だね私ね。同情を買う動画ではないです。渡るくん頑張れって思う方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。これも同情になっちゃう。いや、全部なっちゃうよ。まあ、参考になったなって思ってくださった方がいたら、はい、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。はい、私の各 SNS と、あと、渡るくんが LINE 動画を始めたので、そちらも画面の下から、ぜひ、見てみてください。見てください。はい。また、次の動画でお会いしましょう。はい。